長期避難世帯は、自然災害により自宅の周辺が長期にわたり危険な状況が継続する世帯に対し、自宅が全壊した世帯と同じ支援が受けられる制度で、支援金として最大300万円が支給されます。県は昨日、長期避難世帯に、珠洲市の新江町、清水町、大谷町の合わせて37世帯を認定しました。 県内での認定は初めてとなりますこの地域は避難指示が出されていて土砂災害の危険がありその対策工事に2年から3年ほどかかると見られているということです県では他の市や町からも相談が寄せられていてスピード感を持って対応していきたいとしています